10月28日は群馬県民の日です。ということで群馬県の魅力に迫っていきましょう。まずは群馬県がどのようなところなのか確認します。日本列島のほぼ中央にあって、県の西や北の地域には山々が連なっています。また南東部には関東平野が開ける内陸県です。大きさは全国で21番目、関東地方では栃木県に次ぎ2番目です。そして群馬県といえば温泉大国です。群馬県にある温泉地の数は100箇所以上。草津、伊香保、水上、四万温泉をはじめ、1000年以上の歴史を持つ古湯、秘湯や高原、川で楽しめる温泉など、個性豊かな温泉地がたくさんあるのが自慢です。ちなみにこれは知ってましたか？温泉マーク発祥の地なんです。地図でおなじみの温泉マーク、このマークは1661年に江戸幕府から出された農民の土地争いに対する評決文の中に磯辺温泉を表す記号として2つ描かれていました。そしてそれが調査の結果日本で使われた最古のものと判明しました。続いてはこちら、焼きまんじゅうです。県民に愛され続けていますね。群馬県民の方知らない人はいないはず。まんじゅうを竹串に刺して濃厚な甘味噌だれを塗って焼いて焦げ目をつけたものです。うわー、美味しそうですね。一度は食べてみたいです。最後はこちらをご紹介します。駅や学校、公共施設など人が多く集まるところには見かけるようになった AED なんですけれども、国内で AED を製造しているのは群馬県だけです。そしてアイスで知られているハーゲンダッツも国内で唯一。さらに年間売上高日本一の大型家電量販店の本社も群馬県です。すごいですよね。さてここまで群馬県の魅力についてご紹介していきました。ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。